にちは。日本のそういう怖い映画は知らないですか？知らない。インドネシアのインドネシアのお化けのこと、あ、いっぱいありますが、でも、インドネシアのお化け一番有名はポチョン。ポチョン、ポチョン、ポチョンというは全部白い手と、あの箸はこうやって顔がすごい怖い。それは一番有名。二番目はクンティラナック。クンティラナックというはすごい綺麗女。でも裏側はこれは穴がある。あ、穴がある。なんで穴が開いてるんですか？昔の彼がなんかちょん人がある。あ、なるほど。そうそうそう。とスシタルゲシャット。スシタルゲシャットというは、病院のお化け。まあ、でも箸がない。これね、こうやってすごい、すごい、ちょっと怖いかも。怖い怖い怖い。あとトゥユル。トゥユルはちっちゃいちっちゃいお化け、ハゲ、お金が取る。あ、じゃあインドネシアは結構怖いそういう文化がたくさんあるんですね。いや、いっぱいありますよ。私も怖いから。お化けとかゴーストは信じてますか？信じてます。見たことありますか？見たことはないんですけど、こことはぁーとか、それはありますか？あります。え、いつの時？かしいけど、ちっちゃいそう、それで、なんか女みたい。それは夜の2時ぐらいかな。それで、全然人がいなくて、声だけ聞こえた。ヒーン。だから、もういいよ、すぐ寝る。UFO とかは信じますか？ UFO は何ですか？未確認、あの、エイリアン。あ、エイリアン、あ、UFO、UFO、UFO はあんまり知ってない。あ、それはなんでですか？見たことないし、聞かないし、でもニュースでよくありますよね。でもあんまり知ってない。あ、じゃあインドネシア他の人もあんまり信じてない感じ？いや、信じてる人もいるし、あ、私は信じてない。私にとって人間は UFO、こっちにね。もともと人間は天国の地獄と天国。それと思います。こっちに来て神様探してとか、それもある。私聞きたいことがあります。神様のこと信じてますか？私も信じてます。何か神様がなかったら全然これはないや。ありがとうございます。ありがとうございます。